箱根神社箱根神社は、神奈川県足柄下郡箱根町元箱根にある神社。旧社格は、国平商社。かつては、箱根権源、三所大権源とも称された。なお、奥宮には、以下の増加三神も祀られている。六国史や演技式神明朝には見えないが、鎌倉時代には、上映式目付属の記章文の中で、 日本国中の神儀の筆頭に挙げられたほど、鎌倉幕府の厚い図形と保護を受け、伊豆山の神社と共に二所権限に指定され、三島大社と合わせて二所参りが行われるなど、後法上史の時代まで特に仏家たちの信仰を集めた。箱根山縁起並び女、箱根権限別等、行実編纂によると、古代から箱根山に対する山岳信仰は盛んで特に、 神山への信仰は厚く、神山を擁配できる駒ヶ岳の山頂を岩坂として祭祀が行われていた。特に、高尚天皇の時代に、聖占いが駒ヶ岳において、新戦宮を開き解散したのが最初と言われ、神山を新大山として祀ったことが、山岳信仰の流星に大きな影響を与えたと、される。駒ヶ岳の山頂では、現在も10月24日に、 五人火災が行われており、古代における神山への祭祀の名残を示しているという。この箱根山演技の記述からすると、箱根権限は道教の祭式によって祀られたことになるが、事実、別の演技書によれば、箱根山はもともと大山福雲を祀る大六山と呼ばれたことがあるという。また、社宝の箱根権限を演技絵巻には、天竺かくらな国の左大へ中将。 その娘の領事御前、その婿の涙な国の二郎王子が日本に来て、箱根三所、伊豆二所領権源となったという伝承が掲載されている。この箱根権源が、元都市老人によって、東福寺となり、それが滅亡しかけたのを、満刊商人が、天平法寺元年、現在地に里宮を再興して、僧、俗、女の三体の神を、 箱根三所権限として祀ったと伝える。この東福寺が別当の混合王院となって箱根権限をリードしていった。その後、伝承では満貫商人が人々を苦しめていた足の湖の旧刀流を重複し、現在の旧刀流人社本宮を建立して旧刀流を守護神として祀ったとされる。あずまには石橋さんの戦いで敗れた源頼朝を 当社の権限別当行事図が助けたとの記事があり、以降、関東の武家の崇敬を受けるようになった。天正18年、豊臣秀吉の小田原征伐の際に消失したが、徳川家康が、車両200国と、社地不入の主因状を寄せ、社殿を再建した。長らく別当時の金剛王院東福寺が、箱根権限の中核であったが、明治の神仏分離の際に、 別当は減属して新職となり、箱根神社に改称した。昭和3年に国平商者に昇格した。昭和39年、堤康次郎の寄進によって、駒ヶ岳山頂に箱根元宮が再建された。以来、奥の宮として東廃者を集めている。平成11年、旧東龍神社のシングルが箱根神社の境内に建立された。 平和の鳥居神社前の足の古城に平和の鳥居と称される鳥居が立つ。1952年、サンフランシスコ公和条約締結と当時の皇太子、秋人親王の立太子の礼を記念して建立されたもの。鳥居の変額は東京オリンピック開催と鎮座1200年を記念して1964年に掲げられたもので、学時の平和は吉田茂の記号になる。 九頭隆神社九頭隆神社の本宮は箱根神社の境会社であるが、神宮は境内社として箱根神社拝殿に隣接している。本宮は毎年6月13日が霊体祭、毎月の13日が月次祭である。毎年7月31日には古水祭も行われている。また、箱根神社の境内にある神宮の月次祭は、 毎月15日に行われている。ABC、箱根神社体系、ハット ABCDE、箱根悠久箱根神社、五彩人由緒霊祭日、ハット AB、旧と龍神社本宮由緒、ハット ABC、箱根神社と旧東龍神社、境内案内、ハット AB、旧東龍神社本宮月次祭、祭典行事。ありがとうございます。